料理するわよ。この前土曜の牛の日が近いってことでうなぎを使った料理をしたじゃない。僕飯作ったよな、あれはうまかったんだぜ。テレビでもうなぎを取り上げることが多くなるし、土曜の牛の日にうなぎを食べることがこれだけ広まってると、土曜の牛の日にうなぎを食べるように広めたって説もある。平賀源なりも喜んでるだろうな。なんで源なりしてんのよ。いや暑さで冷学うなぎを食べるようにって言い出した人が源なりしてどうするのよ。ていうか暑すぎて顔が唐辛子みたいな色してるんだけど、平賀源ない。ほら疲れて寝ちゃったじゃない。この流れのエビも見たような。それはさておき土曜の牛の日も近くなったし、まさか今回も。そうか、ば焼きを作るわよ。大贅沢なんだぜ。だしなすのね。なして、そりゃもちろん頻繁にうなぎを買うお金なんてあってたまるか。なんでそんな偉そうなんだよ。それにほら土曜の牛の日にはもともとうのつく食べ物を食べたそうじゃない。いやなすにうはつかないだろ。でもなすをじーっと見てると、うん、見えてきたでしょ。高円寺マイウェイにも程があるんだぜ。それにこのナスのかば焼きは群馬県太田市のお店のが有名で、うなぎの価格が高くなった時にお安く買えるってことで話題になったりしたのよ。それじゃあもともとうなぎのかば焼きの代わりになるって開発されたのか。そういうわけじゃないんだけどね。ないんかい。開発のきっかけは地元新聞の料理コンテストのお題がナスだったからだそうよ。その時から販売は続いてて、うなぎの高騰に合わせて話題になったって感じみたいね。それじゃあそんなナスのかば焼き丼の材料紹介妙。もちろんメインはうなぎ。いやどう見てもナスだろうが、食べたいなぁという思いで買ってきたナス。この感情込めてんじゃねえよ。タレはお酒、みりん、お砂糖にお醤油よ。僕飯の時にちょっと言ってたかば焼きのタレを作る時と同じ内容だな。そうそう、かば焼きのタレを使うレシピもあったんだけど、今回はよりお手軽にこの4つを使うわよ。もっとお手軽に醤油と生姜だけとかどうかな。それただの焼きナス。お好みでかける山椒、鶏もも肉。鶏肉が入るんだね。そうそう、群馬の太田市のナスのかば焼き中も鶏肉が入るみたい。じゃあ鶏肉の代わりにうなぎ使ったらどうかな。それナスもいらねえだろ。それと海苔にご飯よ。これで材料も揃ったんだな。そういえばさっき群馬のはナスのかば焼き重って言ったけど、私たちは丼で作るんだね。重箱なんておしゃれなものはうちにはないのよ。それに丼の方がご飯が深く入ってよくない。さすが大食いどけちみこだって。生姜の一の一個急になりらないで。タレご飯が美味しいのが悪いのよ。確かにタレご飯最強だけどね。じゃあそこにナスが加わるとどんなマリサージュになるかってことで。それ言うならマリアージュでしょ。自分の名前を入れてきてんじゃないわよ。それじゃあそろそろ調理開始よ。まずはナスの下ごしらえよ。ヘタを切り落としたナスの皮を剥いて。皮をムキムキなんだぜ。ニンニクの方がムキムキになってんぞ。ナスをラップに包むわよ。ゲヘヘ、良いではないか良いではないか。それ包むよりも剥がす時の掛け声でしょ。掛け声ってわけじゃないでしょ。ナスは 600W の電子レンジで2分チンするわよ。ナスが柔らかくなれば良いんだな。ナスの温まり具合でチンの時間は調節してね。ナスの粗熱が取れるまでにタレを作るわよ。お酒、みりん、お砂糖、お醤油を同じ分量ずつ混ぜるわ。今回はどれくらいの量にしたの？それぞれ大さじ1杯半ずつね。大きめのナス1本分に対しての分量なんだぜ。普通サイズのナスなら大さじ1杯分ずつで良いと思うわ。そうしたらお砂糖を溶かすように混ぜておくんだぜ。大きくなって帰ってこいよ。メインで料理する人投げてんじゃねえよ。この後は確か鶏ももをスライスしておくんだよね。その通りだよ。むよ、空から語りかける人ごっこしないで早く帰ってくるよ。そんなわけでチェスト鶏もも肉プラスワン。お帰りなんだぜ。ただいまなんだぜ。ナスは粗熱が取れたところで横から包丁を入れて開いて、一刀両断にょん。切り離さないからね。フォークで開いた部分に筋を入れておくわ。フォークがなければウルバリンでも呼べば代用できそうだな。代用に呼べてたまるか。強火で熱したフライパンに分量外の油を引いてナスを焼いておくわよ。ここで焼き色をつけるんだな。そうそう、後で煮て柔らかくなるし、表面に焼き色がつけば OK よ。レンジでチンしてるからすでに火も通ってるしね。お、フォークで筋入れたから見た目が良い感じなんだぜ。そうしたらナスは一回取り出して鶏ももを入れるわよ。中火にしてさっきのタレも入れて火が通るまで加熱する。見えました。タレは残して鶏肉だけ取り出すわよ。鶏だけに取り出すんだな。やかましいわよ。ここにさっきのナスを戻して煮詰めていくわよ。筋が入って見た目がそれっぽいのもあるんだけど、タレもよく染みそうだよね。確かにそうね。その効果もありそうよね。ちなみに最初開いた方を下にして、その後ひっくり返して煮詰めたわ。煮詰めてきたらより食欲をそそる香りと見た目なんだぜ。タレも上からかけたいし、煮詰めるのはこれくらいにしときましょっか。うちはいつものがいない麦ご飯だけど、普通に白いご飯を用意してね。ご飯の上に刻んだ海苔をかけて、取り分けといた鶏肉を乗せて、ナスを乗せてフライパンに残ったタレをかけて、お好みで山椒をかけたら、ナスのかば焼き丼の出来上がり。ナス料理って何が好き？私はシンプルに醤油の焼きナスかしら。私はミートソースにナスが入ってるのが好きなんだ。私はナスだ。食い物じゃねえよ。ナスとアヒルの料理じゃないのか？全然違うわよ。どんな料理よそれ。それじゃあいただきます。うまーい。けどあんまりうなぎっぽくはないわね。まあナスだしな。でもとろりとしたナスに煮詰まったタレが濃厚でうまいんだぜ。私は山椒とタレととろりとしたナスで食べてて、ちょっとうなぎっぽいって思う時はあるよ。間に入れた鶏肉のコクと食感が食べ応えを増してるわよね。どの道ご飯が進む味でうまいんだぜ。お手軽に作れるし、土曜の牛の日にパパッと用意するのも良いかもね。そういえば土曜の牛の日ついでにうなぎのことを調べてたんだけど、江戸っ子の一部は生きってことで、うな丼のうなぎを捨ててタレご飯をお茶漬けにして漬物と一緒に食べてたんだって。マジか。ちょっとうなぎ屋さん行ってくる。
話せ、私は捨てられるうなぎを救いに行くんだ。恥ずかしいからやめるんだぜ。今はその食べ方する人なんてめったにいないでしょい。